はい、今日はこちらの空気スクイーズの中にゴムを詰め込んで、スクイーズ作り替えをしていきたいと思います。ゴムをね、できるだけ引き締めるような感じでギュッギュッと敷き詰める感じでというようなリクエストだったので、はい、多めにね、使っていきたいなと思います。引き締める系だから切った方がいいのかなとは思うんですけど、まあね、面倒なのでこのまま入れていきたいと思います。はい、入れやすいように上部を使います。よいしょ。はい、では入れていきたいと思います。引き締める感じで、引き締める感じで、じゃあちょっと何本かね、こう結びながら入れていこうかな。引き締める感じでちょっとね、引き締める感じが表現できるかわかんないんですけど、適当に結んで入れていきたいと思います。よいしょ全然結べない。まあ結べないのも中に入れていこう。よし、結構量必要ですもんね。だからギュッといっぱい入れて、はい、で中に結んでいるちょっと硬くなったものも入れていくと。よいしょ、ギュッ全然結べない全然結べてない。おおお、よいしょ、いいやギュッと引き締める感じで、引き締める感じで、結構なね、輪ゴムの量を必要とする気がしますね。すごいたくさん入っている輪ゴムなんですけど、なんか使い切ってしまいそうな気がします。もうね、100均で買った輪ゴムです。よし、もうね、結ぶのに飽きてしまったのでただただ引き締めるつもりで詰め込んでいくだけ、はい、詰め込んでいくだけ、ギュッと詰め込んでいきたいと思います。あー、なるほど。はい、ではね本当1個分使い切ってしまう。はい、空っぽになりました。これを全部入れていきたいと思います。引き締める、こんなにね、輪ゴムを大量消費、一度に大量消費したことはないですねなんかいい、よいしょ、で取れまして、はい、引き締める感じを表現したかったんですけど、輪ゴムがね、全然足りないというか、まだまだ入りそうなぐらいですね。では、よいしょ。さすがにね、2箱は用意していなかったので、もう、ボンドを塗っていきたいと思います。引き締める感じか。よいしょ。おー。中身がね、水ではないので、液体とかではないので、こうあんまりね、心配しなくていいというか、はみ出てね、漏れ出してくるっていうことが
ほとんどないかなと思うので、その点ではいい内容物というか作り替えなんじゃないかなと思います。出来上がり仕上がりがどうなるのか、どんな触り心地になるのか楽しみですね。では乾くのを待ちたいと思います。はい、ボンドが乾いたので触っていきたいと思います。ぎゅうぎゅうですね。硬いゴムボールを触っているようなぎゅうぎゅうさで、ちょっと空気がね入っているので、その空気が移動してちょっとこんな感じになるんですけど、ほぼねゴムボール、固めのゴムボールを触っているような感覚です。すごいカラフルで、見た目はね面白みがあるんですけど、触り心地的にはあんまり、と指が疲れるかなっていうような触り心地でした。はい、というわけで輪ゴムを中に入れた空気スクイーズ作ってみた動画でした。おしまい。